まあ早速だけど、まあ、いろいろせっかくなので、ようやく、ね、日本一周が終わったってことで、でね、この多分これ YouTube に上げてもらおうと思うんだけど、ね、いろんな人にまあ見てもらおうと思ってるけど、まあ、多分ね僕の知ってる人がメインで見てくれると思うんで、多分とレッドピアスの、ねはい、親御さんとか、あのー、子供たちがまず最初は見てくれるかなと思うんだけど、ね、そういう。はい レッドベアーズの一部の子たちにはね、原くんは直接会ってくれて、ねはい、バスケット楽しんでくれたけど、まあ、ほとんどの、ねはい、人にはまだ触れてないので、原くんがどういう活動をこの、うんえー、何年だ1年半、2年大体1年半ぐらいですかね、うん、出発してから。1年半こう回ってきたっていうのをこう簡単に活動紹介してもらえたらいいなと思います。わ、はい、かりました。 ありがとうございます。えー、改めまして原拓見と申します。えー、この背景見ていただいたらちょっとわかると思うんですけれども、実はその1年半ぐらいかけて自転車で日本一周の旅を、えー、していました。でその日本一周の活動の中では主にこの人の心の問題であったりとかメンタルケアに関するこの普及啓発活動みたいなことを行っていて。 まあその理由としては自分自身が当時すごい精神的に沈んでしまった経験というのがあって、まあ、その経験の中で自分がこう伝えられることはないかといろいろと考えた結果始めたのが先ほど言った日本一周の旅になります、えー、そうですねあとは日本一周をしながらバスケットボールを通じてあの地域の方々と交流も深めていてその中であの先ほど言ってた東さんの,のレッドベアーズさんの方にもお伺いさせていただきました、えー、よろしくお願いします はいいありがとうございますまず、その日本一周しようとそのその自転車を選んだ理由とかはあ,るのあは元々はもともとは自転車を選んだ理由はこうどうにかして人の興味、関心を引きたいなっていうもそこが最優先だったんですけれどもやっぱりこの一周の活動を始めるっていうふうになって、えー、会社も辞めて自分自身に看板になるものって言ったらいいんですかね。 こう肩書きみたいなものがこうなくなってしまったときに、どうやったらこう自分とその全国の急に来た人とこう会話をしてくれるかなというふうに考えたときに、まずはこう関心を持ってもらうことが大事だというので、それだったら全国回るにしても、車で回ってきましたとか、電車で回ってきましたよりも、自転車で来ましたという方が絶対インパクトあるなというふうに思って、それぐら、はいの理由で自転車を選びました。 えー、ちなみになんかこの自転車とか他に広報とか何かあったのそのインパクトって考えた時にこんなことど,どれしようかなみたいな悩んだりしたあーその点で言うと、うん、あの当時 TikTok をちょっと見た時にあのキックボードで日本一周してるっていう人がすごいあの <laughs> バズってて跳ねててこ、はい、ういう選択肢もあるのかってちょっと考えたんですけど。<laughs> ちょっとキックボードは難しいかなっていう中で、<laughs> って。まあ、自転車の方が、まあスピード的にもなんというか、いろいろ総合的にて現実味があるかなと思って自転車にしました、ね。キックボードだったら左足か右足か破壊されてたかも、ね、もうバスケット <laughs> 行ってるじゃん。<laughs> ね <laughs> ね、片足だけふくらはぎすごいことになってたかもしれない。<laughs> なんかバランス悪くてシュートが入らなくなるとかなり,なりそうね。<laughs> 片足だけドライブめちゃくちゃ早いみたいな。<laughs> あ、踏み込みにはいいかもしれない。つきあつめっちゃ速くなるみたいな。<laughs> めちゃくちゃ片足だけ速いかもしれない。そう <laughs> 自転車だとね、脚力もね、あでも言ってたね、自転車に乗っててもバスケットとは違う筋肉を使うから。 あその点で言うと、本当にあの太ももはすごい、どんどん立派にあのなっていってというか、<laughs> すごい筋力ついてあれだったんですけど、ただそのふくらはぎが、おそ、はい、らくダッシュしたりとか、そういう時よりも、あまりこう使われていなくて、んなんでたまにその地域でバスケをする時も、すぐにこうふくらはぎが疲れちゃう感じがあって。えー、ディフェンスする時はすごいいい動きしてましたね。<ー>ディフェンスがいいんだ。 結構いい動きしてたかもしれないですのでディフェンス強化にはあのー、自転車で、車はい、オフェンス強化はキックボードで。ックボードですね, <laughs> えっとねあとね、その旅をこうずっと1年半、まあ、途中、ねあのー、緊急事態宣言とかもあってね、あのーうん、空いてる時間もあるけれども、はい、行っていく中で、ね、1年半もそれもなんかすっごい旅で、なんか心の変化。はい 変化があったと思うんだよねとかマインドの変化その点でどんな変化があったとかこう過去を振り返っていくとそうですねでも一番その点で言うとこうあるべきだなみたいな思考が どんどん旅を通じてなくなっていった感覚があるというかそれは本当にまあ旅始める前もまあよく自分としてもこんな選択したなっていうのはあったはあったんですけれどもやっぱりこう旅始めてみていろんなこう地域でいろんなこうユニークな方とお会いしているとあこんな生き方もあるんだっていうようなものがあったりあこんなそれこそ4050になっても自分がこうやりたいことをこう全力でやり続けているような人とつながる機会もあったりなんか今まで自分は 生きていった方がいいんだろうなとか、こうすることがこう、社会、その世間一般的には普通なんだろうなって思ったことに、ほとんど縛られなくなっていった感覚というか、うん、そういうところは、また、あ、を通して、その心理的な変化としてはあったかなというふうに思います。例えばなんかエピソードとして、その、こうあるべきっていうのがう、はい、崩れていくっていうか、いい意味でね、いい意味で、はい、瞬間の。<laughs> 出会いのののエピソード的なももっって浮かぶものあったりするそうですね、結構本当にたくさんいろいろとあるあるんですけど、うん、一つ、まあ、ゲストハウスと呼ばれるような、うん、まあ比較的この安く泊まれるようなその宿というか、そういったところに泊まる機会も何度かあったんですけど、うん、やっぱりそういうところのオーナーをされている方って、僕も実は昔バックパックで世界を回っててみたいな。 そういう話をこうたくさん聞かせてくださったりとか、それこそ北海道の稚の内ってあの一番北の方の地期あるんじゃないですか。うん、そこのゲストハウスも一泊させていただいたんですけど、そこのオーナーさんは確か夏ばっか冬ばそのゲストハウスの運営をして、うん、で、それ以外の時期はあの狩猟。 あの鹿を撃ったりとか、イノシシを撃ったりとか、えーえー、そういうを狩猟したり、えー、あと執筆活動をこう並行してやったり、その漁に関することであったりとか、えー、なんかそういう生き方をしてる方の話をお聞きするのも面白かったですし、確かその方自体は、今の,その奥様も、もともと2人とも会社員をしてて、えー、2>, 2人で会社を辞めて、2年ぐらい世界旅しに行ったみたいな。 話を聞きましてそれはすごいインパクトある話なんでお聞きしてすごい面白かったなっていうのが一つあったかなという感じです。<laughs> えー、まあそう、そうよね。ゲストハウスの人とか特にいろんな人と出会ってるけ、はいはい、なんか厚みがまた変わってくるよね、その喋りの。こういうところもあって、自分もそういう人が集まれる場所を作りたいなとか、そういう思いがある方すごい多いイメージがありますね。えー、ここに結局やっぱりこういう旅人が集まっていくので。<laughs> <laughs> 旅人コミュニティがそこで生まれていったりとか、すごい面白いなって個人的には思いました。えー、今でもつながってる人とかいるそうなんかたまに連絡を取り合ってる旅人とかああ、旅人でいうと、そんなに頻繁に連絡取ってるわけではないんですけど、えー、同じその大阪出発、あ僕、大阪から出発して日本一周を話したんですけど、えー、旅先で北海道のゲストハウスでお会いした方も、 大阪出身の方で。で、その時あの、旅中断期間だったんですけど、その方と大阪でまた一緒に会ってご飯食べたりとか、ましたね、そういう出会いも素敵よね。のこの出会いが本当に数年後、数十年後にもしかしたらどこかでまた交わることもあるのかなっていうのを思ったりしますね,ね、うんあの。俺がこのインタビューをしようと思ったきっかけっていうのが、のはい 最初の方だったかな、途中だったか忘れたけど、その人を感動させるエンターテインメントっていうのが重要だなっていう話とかもなんかしてたと思って、はい、で、それいろいろ動いてて、人の心を動かすっていう感動っていうのがなんかキーワードずーっと残ってるの。はいはい、僕自身も、ね、原くんの活動の、まず最初は あのー、そのブログとかずっと見てみて心を動かされてこうやってやってみようと思ったら、はい 1>, ね、1年半も触れ続けることができててで途,中途中途中も、ね、<laughs> なんか野宿した,したりとか,んか <laughs> <laughs> どんどん火に焼けていく姿を見たりしていくのもう最終的なところはガードレーズルに頭をぶつけたんだったっけ まね、<laughs> ういうストーリーストーリーリがあるらずーっと <laughs>、えーで。そのストーリーを見ながら、ずーっと心が踊って感動してるわけたいね。うんそれをの感動っていうのがあるから、ずーっと見てて、<然>で原君にとってのその感動っていうことについて聞いてみたいなと思って、その必要性とかを。そうですね。あそ感動で言うと。うん 僕自身、その感動っていうものが、こう、なんて言ったらいいんですかね、こう人生をこう豊かにする一つの,そのエネルギー源というか、やっぱりその心を豊かにするエネルギー源になるのが、やっぱりその感動っていうものになるなっていうのはすごい感じていて、もともとの、まあ、きっかけとしては、やっぱり学生時代のバスケでのそのスポーツの経験っていうのが多分一番根っこの原体験としてあって、やっぱりあの、バスケットボールを通じて、 こう会場がこう熱狂する空気感をこう味わったりその空気に心躍らされる自分がいたりなんかそういうところでまあ勝っても泣いて負けても泣いてみたいなそういう何かこう感情が揺れ動いてる時ってすごい充実してたなっていう気持ちがあったんですねただその一方でその感覚を完全に失ってしまった時の辛さというかもう本当に全く前が見えなくなるような経験っていうのも合わせて僕はして。 なんかその中で本当にてっぺんと一番下の両方を感じたというかその中でやっぱりその楽しかった時の根っこにあるのはやっぱりそういう感動というものがあったなというふうに思いますし自分がそのどん底の状態からこう上がっていく過程にもやっぱりその感動的な経験であったりとか何かこう心を動かされる経験というものがあったんで、まあ、そこは本当に自分自身こう本当に人生を豊かにする一つの材料としてその感動があるなというのは。うん 感じているところですそのスポーツっていう部分で言うと、やっぱりその貧富の差だったりとか、普通、うん、にスキルが高い、低い関係なく、やっぱりその人がどれだけ頑張っているかとか、うん、そういうところがこう見えたときに人ってこう心が動かされると思いますし、うん、そういう点で言うと、本当に誰にでも生むことができるものでもあると思いますし、こう感じることができるものでもあるんだなっていうのは、それもまた スポーツ経験を通じて感じるところであったんで、まあ、何かこういうものをこうどんどんいろんな人にこう伝えていくような活動をしたいなという意味でも感動をキーワードにしていたという感じです。ああそうね、感動ってじ、ね、あのもらうだけじゃなくて与えることもできるけん。抽象、うん、的な、ね、感動って言ったら抽象的なものに見えがち,見えがちというか、ね、感じがちだけど、誰もができるような、ね、受けること、与えることもできる。うん、なんか も俺もなんかで、ね、原君との出会って、その感動っていうのが、最初聞いたときは本当、うん、どういうことなんだろうみたいな。<laughs> <laughs> でね、ずんずんそのこの1年半感動っていうのをずっと考えてて、<laughs> 感動しているからこうずっと1年半続いたんだってね、んすごいエネルギーが出てくるんだろうなって思ったかな。でも、旅を一周回った瞬間、8月。はい たのはい、ゴールしたらそうですね。8月13日にゴールした瞬間の,その、はい、どんな感じだったああ、ゴールしたときは、そうですね。まあ、嬉しいっていう気持ちはもちろんあったんですけど、なんだかそれよりも、これからだなっていう感覚の方が強かったような気が、個人的にはしてます。なんかすってこう切り替わる感じゴール、よし次、次みたいな。 そうですね、なんだか、もう本当に終盤、あの最後、京都の方に行っていたりもしたんですけど、もうそのあたりぐらいから、じゃあゴールしたらどうしていこうかっていうところに、うん、だいぶ気持ちはもう切り替わり始めて,て、<laughs> えー、<laughs> もうあと数十キロこいだとりあえずゴールだなっていうところで考えると、うん、なんだかそうですね、よっしゃーっていう気持ちもありつつ、よし、こっからだっていう、なんだかすごい、すっとなんか行った感じですな、ねうん、<laughs> こんな意味が。 ライブ配信とか最後したそのゴール瞬間あそうなんです最後本当に3分程度だけだったんですけど。<laughs> <laughs> 一瞬だけとりあえずあなんかこれ残しておいた方がいいなっていう気持ちになって、あのインスタライブですかね、うんあ。アーカイブ残ってるアーカイブがあ今でも残ってないかもしれないです。映像だけ残ってるかもしれないです。ちょっとまた。うん、この旅の中で感動話、エピソード。 ジーンときたとか感動エピソードで言うと、まあ、個人的にすごい嬉しかったことはやっぱりこの活動の存在を知ってくださって、うん、この相談をしてくださったその精神的に少し沈んでしまっている方から連絡があって、うん、その後まあ少し時間はかかった後でも何とかこう元の環境に戻れましたとかこう前向きに一歩踏み出すことができましたみたいな、うん、連絡をこういただいた時っていうのは 本当にこっすごい嬉しかっった気持ちがあってやっぱりもともとがそういうメンタルに関する発信をして、まあ、同じようなこう悩みを抱えたりこう辛い経験をしている人に対してこう何か全身のきっかけになればなっていうふうな思いがあって始めていたので、まあ、そういった本当に悩みを抱える方がそういうふうに僕に連絡をくださることでなんだかこの活動にも意味が生まれたというか。 そういった事例が何もなければ、なんか本当にただ自転車で回ってきた人みたいな感じになってしまう <laughs> ところだったんですけど、やっぱりそういった事例が出ることによって、自分もすごい心動かされて、あ、また明日からもこう自転車頑張ってこいでいこうとか、そういうエネルギーになったなっていう面で考えると、すごい感動的だったなというふうには思います。 あそうねそしてまた原くんのことで救われてる人がねポツ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 こう全国にそしてね出てくるっていうのね、はい、それを聞くだけでジンでするな。すすごいい嬉しいですね本当にそ,に <laughs> その人たちとなんか会ったりとかもし,したりするの そうですね、直接会う機会があった方もいらっしゃいますし、うんまあ、オンラインでその通話だけでお話ししたという方もいらっしゃいますしそれは本当にそれぞれなんですけど1、うん、一つその地方新聞社さんに取材をしていただいた機会があったんですけど、うんまあ、その時にまさにやっぱりその地域の方ってその地方の新聞結構取ってみられてる方も多くてで僕の存在を知ってくださった方が SNS で直接連絡をくださって。 で、原さんの記事見ましたっていうので、うん、で、私、実はこの村に住んでるんですけど、よかったらちょっと差し入れをお渡しできないですかみたいな話になって、えー、で、はい、結局その方とは夕食を一緒に食べることになって、で、自分たちのお互いのケーキについてちょっと話し合ったりとか、あ、こういうとこきつかったっすよね、みたいな、うん、これからどうしていこうか、本当悩みますよね、みたいなとか、そういうことも中にはポツポツ機会としてはありましたね。 二週二周目しない。<laughs> <laughs> 今話聞きながら、これ二周目もし行ったっていうのを想像したら、<laughs> はい。ゼロ周目の時は誰？みんな知らないわけだけ連絡しもしないと思うんだよね。う、はいはい、んうんん。ハラクンの数を知った瞬間に、あもう飛び過ぎてるじゃんみたいな,、はい、たいなっていう人もいると思う。 2週目、そうですね、次、ちょっとせめてあの、電動自転車ぐらいにしていただけると嬉しいです。<laughs> そうね、もう、縁付とかでもいいかもしれない。<ー>なんか、こう、人といっぱい多分、もっと会えると思うんだよね。そうですね、もう時間的にそうですね、うん、もっと、やっぱり移動の時間、相当かかるなっていうのを改めて思ったんで、うんね、<laughs> もっと会える時間。そ,ね、その点で言うと、本当に実はあの10月以降にも、何か所かこう、全国こう、 お呼びいただいている先というか、ちょっとここで話をしてくださいみたいな、お話もいくつかいただいたりはしていて、うんうん、そういった点では、相変わらずいろんなところを点う、うん、々と回っていきたいなとは思っているので、ぜひこれを見てくださっている方は、お呼び出しいただければ、飛んでいきますて。<笑><笑>そうね、せっかく。いいね、いいね。そういう人と人とのつながりでね。はい、そうみんながウィンウィンになっていく活動に、ね、なっていきそうだっけど。 すごいまたこれからも応援してます。ありがとうございます。旅の,あの、はい、ベスト3をき聞いていきたいんだけど、はい、旅の中で大変だったことベスト3。単純に自転車移動、まあ、3番目、まあ、大変だったなっていう、普通に移動することもそうですし、やっぱりこう山を登るタイミングっていうのも何回もあったんで、こう表向きに発信しているのは比較的、こう きれいな瞬間というか、どこかに行ってきましたみたいな集合写真みたいな、そういう写真見るとすごいキラキラしてるんですけど、あれ本当に全体10割で言うと、1割もないぐらいな、うん、残りの9割ずっと自転車漕こいでるっていうのが、うん、あの実態でしあたのそこ結構やっぱりきつかったなっていうのは改めて大変だったなと思います。2>, うんうん、2番目で言うと、これも まあ、旅というか自転車旅になるんですけど、自転車故障したときすごい大変だったなっていうのはあって、これも山形の方に行っていたときに、結構山道の方走ってたときに自転車パンクしてしまって。ははははいはいはい、はい で、それをもともと、あの、応急処置キットみたいなものもちゃんと積んで、うん、で、YouTube 動画を見ながら、それ見習って、こう、修理していったんですけど、うん、もう全然治らなくて、うん、まだ町まで数十キロあるぞ、歩いていく、うん、これ難しいなって思った時に、地元のケトラのおじいちゃんが隣を取りかかってくださって、お兄ちゃんどうしたって,て、うん、自転車パンクしちゃってってた。うん いや俺、知り合い、自転車いるからそこまで連れてってやるよって、2台に自転車こう積んでくださって、そのまま自転車屋まで連れてっていただいたというって、ね、<laughs> なんとか <laughs> 事なきを得たみたいな感じになったんですけど神様みたいなおじいちゃんよね。あ神様に見えましたね、本当に。<laughs> <laughs> 山の車通りも少なかったの <laughs> わーそうですね。まあ、多少走ってはいるんですけど、本当にもう街中に比べるともう全然少ない通りだったんで。 でそれもまあ軽トラが走ってこないとなかなか小さい車に乗せるにはちょっと大きめなサイズ感でもあったので本当、うん、助かったなっていうなんか旅始めですぐも故障しなかった,ただそ,こですそこですかね山形の方に行った時お最初のとの山形って山形そうですね割と序盤ではあります3月出発して4月頃にはもう山形に確か行ってたはず ね最初の方でも故障してたけ大丈夫だと思った気がすごいある。はい、<laughs> 山道、本当誰もいない夜と夜中とかに、こうしたらどうするんだろうっていう記憶がすごいある。うん、はい。<laughs> あの時はちょっと大変でした。<laughs> <laughs> 序盤だし慣れてないしね。<laughs> はい。じゃベストワン、えー、1>, ?1 番ですよね。ベストワンは。 もう完全に水不足ですかね。水がなくなったときがもう本当にあ死んじゃうかもしれないと思うぐらいにきつかったなっていうのがあって、えー、これがあの北海道を走ってたときなんですけど、北海道はまさにもう山の方向を登っていってる最中に、ちょうど7月、8月ぐらいの夏場に走ってて、でもう水もたくさん飲んでやってると、手持ちの水が本当に完全になくなってしまって、えー <で><ー>その間にもコンビニもなくなってしまってこれもう山の頂上まで行かないとそれこそあの道の駅ないな水分があるところないなってもう多分脱水症状にもなっていて、うん、ちょっとふらふらしながら上がって、うん、まさにそこの方が車の通りでて少なかったんですけど、うん、やった時になんとかなんとかふらふらしながら頂上たどり着いてそこでは <laughs> 給水所みたいなところでコップ56杯ぐらい一気に飲んだ時は あ自分、本当にギリギリだったんだなって思いました。へえ、そっか、あれ、もう危なかったですねあ。それは危ないね、本当ね。<laughs> 本,当本当に水分、水分、食料大事だなって改めて思いました。<laughs> 思う以上、以上にこう、備蓄っていうか、持っとかないと。そうですね、本当に何があるかわからないところだったんで。 特別その時って水の量少なく持ってきてしまったなとかあるのそれともちゃんと持ってたつもりいや、全然普通に持っていました。もう水自体も2リットルの,あのペットに入れたのと、あと1リットルペットとかも確か入れてたはずなんで、ん普通に、まあ、たくさん飲みすぎてしまったっていうのはあったかもしれないですけどあ,あでも3リットルじゃ全然足りなかったんだ。ん、はい、全然足りなかったです。あともう少し。 一つぐらいのコンビニあるかなって踏んで行ってしまったのが多分一番のミスで、もっとちゃんと確認しとけばよかったなっお店がなかったっていう。へ、えー、もうよかったね、倒れなくて。やっぱ夏は怖いね、<laughs> そう考えると。はい、うん。ああ、じゃあ、ちょっとあと一つね、旅の必需品あら、必需品。必需品。必需品。必必需品。必需品。必を聞きたいと思ったけど、<laughs> まあね、今話したら、なんかね、 共通する部分もああるのかももしれないけどあーもうまさにですね、うん、もうその点で言うとやっぱりまあ水分絶対的に必要だなっていうのは、えー、<laughs> のなってくるのと <laughs> あと、まあ、2番目今今の3番目にしたとして2番目が、まあ、何ていうかこういろいろと考えるためのネタが必要だなっていうのはそれこれすごい感じてこれ多分自転車 旅よりそうなんだと思うんですけど、やっぱりその移動時間が長いっていう話をしてたじゃないですか。やっぱりその時間ってすごいあるじゃん。退屈な時間にもなって。動いてるのの時退屈なのいやもうずっと動いてる感覚はあるんですけど、本当にそれこそ田舎道走ってる時は何もこう変わり映えないしない景色をずっと見ながらこう走るというか、<laughs> <ー>かこういう時に何かこう考えるためのネタというか。 それがまあバスケのことであったりとか、全然別の、まあ、エンタメ系なあれでもいいですし、いろいろなものがあると思うんですけど、そういうのがもう全然なくなってしまうと、うん、あ、なんだか退屈だななと思いながら、その移動時間もこう無駄にしてしまうような気がしたんで、うんはい、これ結構そういうネタって大事だなっていう風に思ったのが2つ目。で、1番は、もうこれ、うん、コミュニケーション力ですかね。持、うん、っていうよりも、もうこれがあれば、 うん、物って揃っていくんじゃないかなってこう思ったんで、まあ頼る力って言ったらいいんですが、ね、うんう旅をしてて、いろいろとこう街中でいろんな方にこう出会って、やっぱりいろいろと会話をしていると、こう何かこれ持っていけないよみたいな感じでこうおにぎり持たせてくださったりとか、うん、水分持たせてくださったりとか、はいはい、なんかこうしてくださる方っていうのも本当にたくさんいらっしゃって、そういう人たちのこう、うん 力をお借りするという面でも、やっぱりしっかりとこう自分の思いであったりとか、うん、まあ自分がこ今必要なものなんですみたいな、うん、<laughs> ところとか伝えられないと、相手もこうどう助けていいかわからないというか、うん、そういうところもあると思うんで、やっぱり本当に人に頼る力というのは旅の中ではめちゃくちゃ大事な力なのかなというのを改めて思いました、ねうんえー。コミュニケーション力がめちゃめちゃついたんじゃない、この1年半。<laughs> <laughs> そうですね本当にまさに自分自身もどちらかというとその人見知りなタイプというか、まあ、コミュニケーション取れないことはないんですけどあんまりこう初対面の方に積極的に。 話しかけていくっていうようなタイプではなかったんですけど、うん、話しかけないとこれちょっと生きていけないかもしれないっていう環境になると、うん、あ人ってコミュニケーション取り始めるんだなってちょっと思った。<laughs> <laughs> その点はそうですね、コミュニケーション力は旅開始前に比べてだいぶついたと思います。ええー、やっぱ旅って人を成長させるね。<laughs> そんな気がするな。<laughs> うん、一歩踏み出すまでは大変だけどね。 はい、そうですね。迷ったら旅することもいいな。<laughs> 本当におすすめします、旅について。<laughs> 何かいろいろ変わるよね。はい、いろいろと、もう価値観、考え方、あと、サバイバル力もついていくと思います。<laughs> そうよね。旅が終わってから今までの、えっと、はい、1>, 1ヶ月弱かな。はい。動きっていうのは、どんな動きをしてましたか まあ大体この1ヶ月弱の間は大阪に帰った後今東京の方に行ってやってることとしては、うん、まずこの旅の開始前にあのクラウドファンディングやったりとかいろいろやってたんですけど、うん、そのお世話になった方へのまあ挨拶回りっていうのをまず今やってるっていうのと、うん、それに加えてまあ今後に向けてどういうふうにこう動いていくのかとか、うん、そこに向けての情報収集だったり まあそういうところでのまあコミュニケーションみたいなところもこういろんな方を取っていってるっていうのが今やっていることで,で一応そのこっちに来てからもあの大学時代の応大の、えー、高校生向けのイベントにその卒業生ゲストとしてちょっとあの登壇させていただいたりとかなんかそういう動きをまあこの1か月弱はしていたなという感じですあのじゃあそのこれからの展望と言える話とあとはず、い、と まとまってる話と、はいまあ、まだ計画何回でもいいんだけどど、はい、んな感じで動いていこうと思ってるそうですね展望としてはまずんだかどういうことしたいのかなというかその目的的な部分でいうとすごいふわっとはしてるんですけど、うん、もうやりたいことは単純にもこのいろんな人がこう好きなことをこう全力でこう取り組める、うん、思い切って取り組めるような環境を作りたいなっていうのが。 すごいあって、それこそ自分の場合はバスケも全力でやり続けて、ただそれができなくなったときかったよねということで。じゃあその辛くなってしまった人をこうサポートできるような体制であったりそういうサポートもして、じゃあそこでまた元気になった人が自分の好きなこと全力で取り組み始められたらいいよなとか。本当にもうここが自分の根っこの部分には間違いなくあるんですね。ただこれも理想論だけ語っても正直、 こうあんまり何も生まれないというか、じゃあそれを実践するために、やっぱり経済的にビジネス的に、しっかりこうお金も生んだりつつ、まあ、そのサイクルというのをうどう回すかというところもやっぱり考えていかないといけない。うんうん、じゃあそういう力を手に入れるためには、自分はどういう環境に身を置いて、どういうふうにこう経験を積んで学びを深めていけばいいのかなというのは、今まさにここから先の進路を選ぶ上でご軸にしているところですか。うん なのでそこについては、ま、だ正直、明確にここで何をするというところは決まっていないところで、だからその将来的なそういう自分が目指すところに向かっていくために何が必要かというところをもっと明確にして、その力を養える、経験できる環境に見送るというのが、特に今26歳なんですけど、この20代はそういう環境にどんどん飛び込んでいくというのが大事かなというふうに考えています。なるほどね。今から 自転車の旅と同じような感じで、そういう社会の旅じゃないけど、新しい世っていうのかな、原んの人生の旅っていうのかな、リアルな人生の旅って感じをにスタートしたなというのを感じるかな。ありがとうございます。人生の旅。若い時にいろいろな経験をきつい経験もしてね、それを乗り越えて、 ね、日中っていう旅を経験して、うん、でそれも関係なくて、うん、なかなか20代で中盤で、うんね、なんかフェーズフェーズっていうのかな、はっきりしたフェーズじゃん、言ったら、うん、学生バスケットみたいな、そして今,で今からみたいなっていうのが言ってる分、なんかすごい、ね、あの面白みのある、ね、そんな言い方いいのか分かんないけど、俺からしたら感動する、なんか、 人生の道だなーって感じてワクワクしてます。<laughs> ありがとうございます。<laughs> 最後に、あのはい、これをね、縁あって見てくれた人、どんな人が見てくれるか全くわかんないけど、はい <laughs> うん、子供たちなのか、お母さん世代なのか、はたまた、はい、あの心が辛いなと思ってる人なのか、わかんないけど、はい、その人たちに向けて、なんか話話あの、メッセージ。 もららえたらなと思うけれども、はい、あそうですね。まあ、メッセージその、自分個人としてお伝えしたいこととしては、やっぱり、まあ、いろんな経験がある中でも、こう何回こう倒れても、なんとかこう立ち上がれる方法はあるんだなというか、やっぱりこうそおそらくこう心を悩ませて、 悩ませている方っていうのは正直本当に前が見えない状況でもう一回立ち上がるなんてことは正直想像できないぐらいに沈んでいることもあるかもしれないんですけど、うん、やっぱりそこも本当に心の持ちよう一つでこう変わる部分もあると思いますしただそこに向けて何か一つこう奇策のようなものというか なんだかこう一つの出来事でパッて変わるってことはやっぱりなかなか少ないと思うんですね。そういうところまで行くにはやっぱり地道な積み重ねが結局のところこう必要になってきて、なんかそういう地道な積み重ねっていうものを自分自身は今後も自分もこう実践していきたいなっていうふうに思ってますし、何かそこに向けて一緒にこう頑張っていけるようなこう関係性になれたら本当にすごい嬉しいなっていうふうに思っています。 本当に、まあ、こういった動画を見てくださる方っていうのも本当にご縁があって、たまたまこの動画にたどり着いて、ここでこう出会ってというか、うん、まあそういうところもあると思いますので、うん、もし何か一緒にお話しできる機会があれば、直接お話し,したいなというのと、本当に、まあ、改めてなんですけど、一緒に頑張っていきたいなというふうに思います。うん、ありがとうございます。ちょっと短い時間だったけれども、とてもこう、はい、なんかこの1年半をきゅってこうあのまとめて話すことができて、 はい、ようやく自転車、日本一周が終わった感じが今しました。<laughs> <laughs> まあ、ずっとね、最初から回ってきてね。はい、よ,ようやく締めくくれた感じかな <laughs>。本当に最初から最後までずっと見てくださった <laughs> 本当に東さんだったと思うんだ <laughs> いや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 ,いや <laughs> 僕も感謝し,もしきれない存在だなというふうに。エネルギーをもらえてたからね、うん、それを見るたびにねだけ。またこれからもエネルギーをもらうたびにね。 見てていいきたいと思ってますいやもう引き続き地道に頑張っていきたいと思います。まはいまたこんな風になお話ししていきましょう。はい。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。それではまた。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。